みんなマスクの使い方間違ってるで。すっぴんで勝負。お口の先生香織です。コロナ対策、ウイルス対策のためにみんな最近マスクめっちゃ使ってるやんか。マスクみんなしてはるわ。電車乗ったらすごい人がしてはるもん。でもみんな使い方間違ってるわ。あのな、鼻で息吸うてもウイルスとかバイキンは全部頭からの熱とか湿り気で死んでしもって、綺麗な空気しか入れへんねんで。口から息するからバイキン、ウイルス、コロナウイルス全部入ってくんねやんか。基本口から入る息が汚い空気が入ってくんねやんか。ってことはどうやったらええか、口を塞がなあかんねん。口だけ塞ぐんよ。でないと鼻まで塞いだら反対に息苦しなるやんか。息苦しなるから口で開けて呼吸手伝いたくなんねん、口が。ほんならこのマスクだけでバイキンもウイルスとかも全部除けるんか言うたら難しいやん。ってことは飲み込んでまうやん、体の中入ってくるやんか。だから口は守ったまんま、口を守るんだって鼻出してマスクすんねやんか。これが正しいマスクの仕方。たまにいてんのよね、なんかしゃべりにくいんかな、苦しいんかな、こうやってはる人。あなた正解、あなた正解って私は言いたくなんねんけど、そんなん言うて歩けへんねんけどな、言うて歩けへんねんけど、それがほんまに正解。鼻は出しても安全、大丈夫。だからマスク使うんやったら息苦しく鼻までかぶるよりも口を守ってあげる、口からのバイ菌の侵入を防いであげるように口マスクをする。これが体を守る秘訣。マスクせっかく使うんやったら口からのバイ菌侵入を防いでや。鼻は苦しくなるから出してあげて。これが本来のマスクの使い方。これ流行ってくれたらいいな。今日も最後までありがとうございます。マスクの使い方で身を守る正しい方法をぜひ試してや。チャンネル登録もお待ちしてます。高評価ボタンもお願いします。またです。マスクだよ。